久保さん、また売れてました。<laughs> はい。さっきね、チェックしたらまた売れてましたね。あざす。はい。まあ、あのー、0時から販売してるんですけども、まあね、まあ朝早く起きてる。まあ、この時間帯、まあ、出社する方は起きてるのかな。うん。はい。いやなんかインターネットってすごいっすね。<laughs> なんか、まだにやっぱなんかすごいなっていうのが感じますね。まあ、あの、僕今、あの、ダウンロード販売みたいなし、し、し仕組み仕組みというか、まあ、その、決済完了後、自動でメールが届いて、商品、納品みたいなような仕組みを設定してるんで、僕が確認するのは、決済なんですよね。決済。そう。決済あった。みたいな。 普通だったら、注文、なんかね、ウーバーイーツとかもそうですけど、まあ、基本的にその注文がありました。じゃあ、その商品の配送の準備をして、まあ、ネットショッピングとかもそうですよね。アマゾンで買います。じゃあ、注文がありました。じゃあ、そのものを梱包します。届けますっていう作業があるじゃないですか。ネットの場合って、コンテンツの販売の場合って、うん、まあ、その仕組みを作れば、 ま、決済あった瞬間に、自動でメールが飛んで、商品納品できると。で、そこに対してランニングコストもかからないし、お客さんの手元にアマゾンで最短でも1日ですかアマゾンも早いと思うんですよ、配送。だけど、決済した瞬間に商品が届くって多分無理じゃないですか、アマゾンでも。神、神のアマゾンでも無理ですよね、多分。でもね、アマゾンの中で、そのダウンロード販売っていうのがあるんですよ。その、シリアルポートというか、 前買ったんですけども、Amazon でその、まあ、デジタルコンテンツとかシリアルコードというか、で、それメールで届くんですけど、まあ、そういうのもありますね。うん。だからま、物を扱うよりやっぱコンテンツ、やっぱ流通コストも、さ、なんだ、自分の作業がないんですよね。梱包する作業もないし、うーん、だから非常に楽ですね。あとその配送料とかいらないですよね。久保さんも配送料いらなくないですか。 どうですか塾を提供するとかね。今回 FX の講義もね、配送料いりますよ。いらないですよね。<laughs> 多分 Gmail 使ってると思うんですけど、Gmail でピッて送れるじゃないですか。しかも、どこに住んでても、秒で届けられるので。これすごいなと。だからインターネット本当僕はすごいなと思いますね。いろんなビジネスがあるんだけども、うん僕はもうこれが一番最強だと思います。本当に。 すべてにこうし、すべてに関してコストを抑えられるし、まあお客さんの元にもすぐ届くし、うん、まあ距離関係ないし、普通ね、例えば、あの、そう、僕、プロペシアみたいなやつを買ったんですよ。ハゲ薬。エイジあの、で、海外、で、 ヘンピシやってやつなんですけど、その、海外から取り寄せてるんですけども、なんかコロナの影響で、ウクライナの影響で、なんか4週間ぐらいかかるらしいですね、海外の郵送が <laughs>。メールで書いてあって、商品の発送準備整いました、みたいな。ただ、ウクライナの情勢で4週間ぐらい今国際のその郵便が時間かかってます、みたいなね。4週間か、みたいな。うん。だから海外でも関係なくないですか、久保さんも。 僕も関係ないですけど。も秒でね、あの、メール送れるし。うん、僕はまあ、コンテンツビジネス教えてるドリームアカデミアっていうのを運営してますけども、まあこれからも多分、これを教え続けるっていうことはやめないでしょうね。なぜならば自分が本当にいいと思ってるんで、いろんなビジネスがあるんだけども、コンテンツビジネスっていうのが一番やっぱあらりも高いし、その流通コストもないし、早く届けられるし、 うん、しかも腐らないし、うん。例えばその行動力とか継続。まあ、今回継続の極意みたいなね。これって永遠のテーマなんですよ。多分この、継続ダッシュ、なんだ、7つの習慣みたいなやつが3000万部ぐらい、多分世界で売れたと思うんですけども、習慣化できない人、ずっといるんですよ。継続できない人ずっといます。だからずっと売れるんですよ。 行動できない人もずっといるし、だから行動力も売れるだろうし。だから腐らないんですね。ずっと売れるんですよ。ずっと。でも、ラーメン屋、ラーメン作ってずっと売れますか売れないですよね。多分、数時間で価値下がりますよね。まあ、冷えたラーメン、伸びたラーメンが好きですっていう人は別かもしれないですけど、じゃあ一週間後、あの、腐ったスープに入ったぐちゃぐちゃの麺食べる人いますま、あ腹壊すでしょうね。 一年後でも二年後でも三年後でも四年後でも五年後でも十年後でも売れますからね。うん。まあ、これ、すごないですかって僕は思うんですけど。いや、やっぱその、いろんなビジネスを見て比較対象して、やっぱこれがもう最強だなって僕は思いますね。ビジネスやるんだったら。ただ、多くのお客さんはビジネスをやろうとしてないので、なんか副業で簡単になんか儲かる方法、儲かる方法を探しててビジネスをやろうとしている人はいないですからね、あんまり。 でも僕はまあ、やるんだったらビジネスとして考えて取り組んだ方が、まあ成功しやすいというか、結果出やすいと思います。逆に言うと、うーん、お金儲けを探してる人はあんまうまくいかないですね。うん。そう。はい。いってらっしゃい。